真夏の大共演、月、木星、火星、アルデバラン、プレアデス星団を撮影しました。2024年7月29日月曜日、30日深夜に見られる星たちの大共演を見るために大分県佐伯市蒲江にやってきた。大分インターチェンジから約1時間で赤石山に着く。連日猛暑が続く大分県、天体観測は機器のセッティングに時間がかかる。自宅で快適な環境で撮影を楽しめるようにしても、雲の状況次第で撮影できない時が多い。国立天文台のスバル望遠鏡がアメリカ・ハワイ島のマウナケア山山頂にあるのも理解できる。標高の高いマウナケア山頂の周囲には明かりがなく、地上の6分の1という薄い空気は澄んでいます。1年のうちに雨が降るのは6日から7日程度、300日以上は晴れということで、山頂の天気はかなり安定しています。世界で最も天体観測に適した場所の一つです。マウナケアに行けないので、 GPV 気象レーダーを見て星空が見れる確率の高い場所に行きます。赤石山山頂に行ってみます。ここの山は戸高水産が所有しています。私費で山全体の整備を行っています。南方向には猫島で有名な深島が見えます。西の方向には猪口湾があり、養殖いかだが設置されています。深夜、月がこの位置から顔を出す。深夜の大共演をイメージして機材の位置を決めていきます。炎天下の中、セッティングに入ります。土台の三脚を北方向に向けます。望遠鏡の土台部分は水平出しが大切。雑にセットすると宇宙で迷子になります。半年前は土の駐車場でしたが、新しくセメントが打たれています。晴れ間を追いかける移動観測で一番の力仕事は赤道儀の組み立て。ある程度風が吹いても揺れないように重量があるのだ。プレートを取り付け、主鏡と一眼レフカメラを載せます。
炎天下の中で休憩を取りながら組み立てます。組み上がったら全体のバランス調整をします。遠くの鉄塔をターゲットにして主鏡を最初に合わせます。次にファインダーを合わせて、最後に一眼レフのセンターを合わせます。赤石山を空撮します。天文博明まで時間があるので、ZWO 社のシースターで太陽観測をします。博明は日の出のすぐ前、日の入りのすぐ後の空が薄明るい時のことである。大気中の塵による光の散乱により発生する。英語のトワイライトも博明のことである。博明は黄昏時ともいい、電源が入りました。アニメ君の名はのワンシーンで高校の授業中に出てくる。このアニメではティアマト彗星という彗星が落下するシーンも綺麗だ。今年の春はポンスブルクス彗星を追いかけた。秋頃にはアトラス彗星が接近し、かなりの明るさになると予想されている。太陽観測用のフィルターをつけます。ダメ元でツーチンシャンアトラス彗星を狙います。高度が10度を切り、大気層の濃い部分に入る時期だ。おまけに夏のこの時期は太陽が沈まない。アトラス彗星は捉えることができなかった。
黄昏時からのタイムラプスをどうぞ。京都のピントの山をバーティノフマスクを使って探します。レンズフードにバーティノフマスクをかぶせ、カメラをピント拡大にセットして、ピントを調整して、6本のシャープな光が見えたらピントが合っています。天の川の中に万里の横顔と呼ばれる場所がある。土星が昇るまで星雲を見て楽しみます。肉眼で見ても薄暗く、カメラを通して見てもこの程度、パソコンで画像処理してやっと色鮮やかに見える。電子感望という方法もあるが、ノート型パソコンが必要になる。最近はスマート天体望遠鏡という機器も登場した。スマートフォンにアプリをロードして観測機器とリンクして観測する。非常に簡単で画質もいい。 ZWO 社のシースターで撮影しました。土星も昇ったが風が強く、モニターの中で暴れています。大共演が始まりました。
ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。See it, but we'll see it.